スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっしゃー、いい動き。おっしゃー、おっしゃー、おー、ふわー、ストーン、おっしゃー、ついよ。はい、こんにちは、まーチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、メタルファイトベイブレードのバサルトホルニウムです。はい、前回ね、このバリアレス DD で遊んだ時にメタベイのおすすめを、募ったところですね、いくつかいただきまして、その中の一つがこちらのバサルトホロギウムですね。あとこのファングレオーネとフラッシュサジタリオ、この2つも買ってありますので、これはまた後日やりたいなと思います。じゃあ早速こちら開けていきましょう。じゃあセットしていきましょう。はい、ということで組み立て終わりました。こちらがバサルトホロギウムだね、うん、これなんかかっこいいデザインだね。そうだね、時計かな。1から12までここにねプリントされてますけどね、うん、なんかアルターコーナスみたいだね今。ああ、そうだね。でこれ発売当時はね、史上最重量ウィールだったみたい、一番重かったと思うんだけど、多分この後はいろいろ出てきた時に 4D システムとかいろいろ出てきた時にこれはもう最重量じゃなかったかもね。バリアレス DD なんかめっちゃ重いもんね。あ、そうだよね、重いもんね。もう形とか大きさが違うもんね、うん、でこのバサルトホローゲームはなんかね、重心が偏ってるのって、うん、持久力はないんだけど防御力がすごい高いみたい。じゃあバサルトホローゲームのシュートしてみるね、うん、こうシュート。あ、ちょっとフラフラする。面白い動きすんな。やっぱ重心が偏ってるからフラフラしてんだね。面白い動きすんね。なんかね、持久力はないみたいだから、もう、あ、中心に届いた。止まったね。え、すごい。じゃあ早速対決していきましょう。じゃあ私は今回バサルトホロゲーム使います。はい、僕はエルドラゴンデストロー FS でいきます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっとっと、あスリー、ツー、ワン、ゴーシュ。よっしゃー、一発。そう、一発だったね。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。よっしゃー。じゃあ僕次はバリアレス DD でいきます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっしゃー、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっしゃー、また。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっと、あ、やばい、あ、やばい。いけ。おっと、でかいけどね。おっと、飛ばしてタナローにうまいこと。おっしゃー、僕はヘルケルベッツでいきます。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。危ない。おっと、危ない。アタックするじゃない。危ない。おい、もうたまにこうパンと。おっと、これがすごいね。よし、あー、危ない。あー、でもスタミナが止まってる。スタジアムアウトしたい。もうダメか、危ない。よいしょ、いけ。イエーイ。スリー、ツー、ワン、押して。おお、危ない。おお、なかなかいい戦いだね、この2つはね。いける。あー、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。あ、うわ、うんな、え、どうした今。ここにガンガンって戻ってきた。大丈夫。待って、え、これでも勝てるの、まさかの。まさかの。負けた。奇跡。いや全然。じゃあ僕はグラビティペルセンスでいきます。はい。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。左？左にしたの。左。おお。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっと。おお。わあ。動き。おっしゃ。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おー、負けた。で、僕はギャラクシーペガシスでいきます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっとっとっと、あ、危ない。おっしゃ、危ない。防御力あるからね。おー、いける。素晴らしい。最後、絶対ピックもしない。素晴らしい。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。危ない。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっしゃー。じゃあ僕次はメタルエルドラゴでいきます。はい、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おっ、ほら、大丈夫。うーん、なかなか当たらん。ここから低速だから。
気づける。なかなかかわしてる、かわしてる。いや、向こうの回転力落ちてるよ。あ、やばい、中心に整った。こっちも落ちてるかもしれないけど。いや、そっちこれいけるよ。いけるよ。おっと、あ、やばい。大丈夫かな。右回転、吸収パワー。あ、大丈夫かな。君の攻撃あんまり効いてないぞ。重量がすごいからね。いいなと思う。あ、でも回転力は落ちてる。うん、あららら。おっと。飛んだ、飛んだ。ああ。シーツーワン。ああ、バレンボーなやつだな。シーツーワン。おお。うわあ、すごいね。じゃあ次はダークブルフでいきます。はい。シーツーワン。これは勝つでしょう。多分。おいけ、おし、おし、おし。でも似たようなあれだよね。円形状でね。あれもう。いい音だな。いける。よいしょ。シーツーワン。おし。ゲット。おっしゃ。おっしゃい。おっしゃい。おっしゃい。わしゃい、わしゃい、もうダメか。おぉ、両者残ったね。おい、オッケー。あー、そんな。シーツーワン。おしゃい、よし、よし、オッケー。もう完全に押し出すタイミングがこのね。あ、もう惜しい、惜しい。これ角度的な、おしゃい。じゃあ次はファントムリオン BD でいきます。 C2-1。 おっしゃ、おっと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 、おっしゃ、わー、ついよ。 C2-1。 おっしゃ、おいおー、 C2-1。 おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、どりゃ、いけ。おっと、どりゃら、おっしゃ。じゃあ次はストーンペガシスでいきます。はい。スイーツーワン。おっと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 。暴れん坊だな。うん。やっぱりペガシス系はすごいね。動きが。いけ。当たんなきゃ意味が。防御、防御です、防御。防御体制に入ってんな。真ん中にいて。時給はないからな、でも。耐えろ。やろ、ギリギリまで。あ、大丈夫か。あ、やばい。大丈夫か。いけるか。いけそう。よっしゃー。そんな、シーツーワン。おっと、おっと、おっと、あ、やられちゃった。シーツーワン。おっと、危ない。あー、だったな。危ない。暴れん坊。いけー。隠れろ。よし、いける、いける、いける、あれ、よし、やった。最後はビッグバンペガシスでいきます。はい。シーツーワン。これはさすがにビッグバン重いからな。あ、ファイナルドライブだ、もう。あー、当たんない。よしよし。あー、でも当たんない。でかい、全然大きさ違う。あ、危ない危ない危ない。大丈夫か。あー、え、まさか。あ、いけるいけるか、いける、いけそう、いけそう、いけそう。マジで？スイーツーワン。あんまり当たっちゃダメだ、当たっちゃダメだ。最後で倒す。まだファイナルダイブ来たよね。あ、来た、ファイナルダイブ。あー、よし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 。こんな時に来る、来る、当たれ。ただ結構ね、当たったから回転が落ちてる、こっちはやばいかな、これは。あれあれ、いけるか。え、いけるのか。マジで、いけそう。いけた。そんな。スイーツーワン。おっしゃ、いけー。よっしゃ。はい、ということで今回はメタルファイトベイブレードのバサルトホロニウムでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、今日気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッド、ライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、
それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで、バサルトホラーゲームすげえ強かったね。すごいね、うん、こんなちっちゃいベアなのに結構すごかった、うん、面白かった。あのビッグバンペガシスさえね、ね、変わってたからね、すごいね、面白いベアでした、うん、はい、ということで今回は以上にしたいと思います。バイバーイ。